上がっています。よりさん、おはようございます。おはようございます。予想レジ確認します。80円の70銭から81円の30銭ということになってますが、昨日からの流れはどんな感じだったでしょうか。そうですね、まあ一つは中国の政策金利引上げの発表があること、はい、それからポルトガルを中心としまして、引き続き欧州信用不安を代表に、まあリスク回避のドルの流れとなりまして、ユーロは対ドルで下落、まあ、ドル円は、小幅の動きにとどまっているという感じでした。はい、今日は経済指標、それからイベントが盛りだくさんなんですよね。そうですね、ちょうど表が出てると思うんですけども、あの通りどれも、注目度、市場への影響度が高いものばかりです。はい、オーストラリアの雇用統計が東京の午前中に発表された後も、重要な発表が続く形になります。また ECB の定例理事会はその結果でなく、ECB 総裁の会見においての先行きのコメントも注目されている状況です。まあ、ギリシャ問題なんかもありますしね。そうですね、そうなるとなかなか方向感が出にくいってなんですか。そうですね、そんな風なイメージをして、発表直後には当然それぞれの、ね、動きあると思うんですが、うん、次の発表が控えていると思うと全部見てかでないと判断は難しくなります。はい、また、明日にはアメリカの雇用統計も控えていますので、うん、そこまで結果を見てから先行きを考えたいというところと思います。それなりに値動きあっても方向感は定まらずといった展開を見ています。雇用統計もそんなに強い数字って感じじゃなさそうですもんね。そうですね、ただ触れが大きいだけにまた余計に不確定要素としてこう見ているという感じだと思います。イベントをこなしていくという感じなんでしょう。吉井さん、どうもありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカタイム終了しました。まずテクニカルから見てみたいと思います。ドル円はですね、イベント控えてですね、やはり 33.6 ピプスの下方向動きですね、ほとんど動いてないです。下はですね、こちらは80円76銭ですね。上は81円をちょろっとつけたぐらいですね。そうですね、ですぐ押し戻されて81円手前付近の推移ということですね。これは15分足でして、1時間足でもそうですね、だんだんこう三角持ち合いのような形勢になってきましたね。まあ、あのイベント前に、今調整中という感じです。そして日足でも、さらにですね、もうこの大きな、日足のでも三角持ち合いになってきているというと、もう跳ね戻しのこの81円を挟んだ展開ですね。これがドル円でして、今日はですねまたゴールドを見てみたいと思いますが、ゴールドはもうまた続伸ですね。今日はもう寄り付きからどんどん上昇してきまして、15分足で見るとですね、こんな感じですね。23ドル53セントですね、値幅が。まずこのアジアタイムとかは結構あれでしたね。アジア欧州と横でしたが、一回ふっと来てこのキスというやつですが、ここから上昇に転じて、一気に R2 突破。そしてこのフィボナッチエクステンション 161.8% の付近で、若干花が、調整、売りが入って終了ということですね。値幅的には23ドル53セント。そして、1時間足で見ても、こんな感じになってまして、1時間足は、昨日、半値戻しで一旦じわじわ調整したんですが、ボリンジャーの加減、またピボットの手前をですね、サポートに一気に上昇。そしてハルツも突破しているような風にな展開でしたね。そして日足で見てもですね、日足で見ると今度も陽線がどんどん目立ってきまして、マーシーのピボットも超えてきましてですね、今度はまたボリンジャーの上限を目指す、さらには貯金の高値を目指すような展開にも見えてきました。以上はゴールド強かったですね。そしてユーロはですね、ユーロは結構ね、売られましたね。ポルトガルの
あれですね、学籍がボディーブローのように効いてきたのか、まあ、チャート的にもですね、まあ、中国足に見ると、今日はですね、このフィボナッチエクステンションで見るとですね、こちらの起点、2点を起点にすると、昨日がですね 261.8% で、戻されて、今日はピボットそして 161.8% のエクステンションが、ダブルレジスタンスになって一気に売り込まれるとですね、昨日の安値も割って S1 も割ってそして、これがですね 423.6% フィボナッチエクステンションというのがあるんですが、なかなか珍しいんですが、まあ、それと S2 が被ってますのでね、その辺が、サポートになってですね、止まってると、1.43 も割れたんですね、 1.43 も割れたんですが戻しているような展開ですね、これが自分足でして、1時間足で見るとですね、こんな感じで1時間足はですね、まあ、昨日の 61.8% とこの200円目があったんですが、これも割り込むとですね、次は半値戻しだなっていうのが大体、みんな見てくると思うんですが、まあ、半値戻しも行って半値戻しも割るとですね、今度は S2 ですね、 S2 を見てきて、まあ、S2 と 38.2% の戻しですね、フィボナッチのあたりが揉み合ってるという感じですね、まあ、この辺からまああの今晩イベントあるんで、ただ切り返しも考えられるような展開ですが、まああまり決めつけないですね、まあ、4時間足的にはですね、やはりその一旦戻して内側に入ってきましたので、この三角の持ち合いですね、そうするともうこの三角持ち合いのセンターが黄色200円目ぐらいで200円目に行くなというような読みになりますが、ここも抜けるとですね、今度 S2 ですね、で S2 が抜け、 S2 あたりを目指すんじゃないかというような感じで今推移していると。ただ4時、まあ、1間足的にはあれでしたが、4時間足的には今度逆にですね、こちらに、三角持ち合いのこのトレンドラインの加減を目指すような展開もあり得るんですが、ただこの山を見ていただく、この山のようにですね、半値戻してまた戻ってしまうようなパターンもあるんで、もしかしたらこの半値戻しからこちらにまた戻るパターンもある、まあ、どっちも言えないと、まあ、いうような展開ですね、まあ、これは4時間足でして、日足的に見るとですね、まあ、日足的にはボリンジャーのミドルまで到達したと、ね、ボリンジャーの上限で跳ね返す、でそうすると今度こっちのボリンジャーの下限とか 61.8%、 そしてまず三角の、下限ね、三角の一旦こちらの三角の上限を上回ってますので、三角の下限を下回る 61.8 とか、ボリンジャーの下限に行く可能性もなきにしもあらずですね、まあ、あんまり決めつけない方がいいと思います。そしてですね、週足的には、陰線が目立ってきましたね、こちらもね、大きな陽線の後すぐ陰線、こちらの後に大きな陽線の後すぐ陰線と、あ、なかなか方向感がない展開ですが、まあ、そんなところですね。以上がテクニカル解説、またあのブログね、今週はあのお休みですが、休暇でバケーションで、左の上ね、こちらデイトレーダーロックスターズの ライブテクニカルショーで、シカゴからもね、あのフロアトレーダーの実況生中継やってますし、またニュースはね、音声でね、ライブで配信してますんで、非常に、まあ、それだけでも、参考になりますしね、また20年近くのベテランでね、もう本当にあの人間性も素晴らしい方でね、相場感とかね、勝負感とかもね、チャラッと結構いろいろ喋ってくれますんでね、そういうのが一番参考になるんじゃないかなと思います。こちら YouTube ね、YouTube の方も、まああのね、私のデイリーリポートとね、あとまあ福島の、海外指揮者の話題とかね、あの海外のビデオをどんどん、日本で紹介するとかですね、まあ、自分なりのね思ってるその、社会問題とか経済問題なんかもね、ビデオにしてどんどん
作っていきたいなと思います。また そんな感じですのでね、まあ、YouTube ね、自分がアップロードしない方でもね、アカウントを作ってね、ぜひねサブスクライブしていただくとね、いろいろ見るのにもね、視聴するのにもね、役に立ちますので、よかったらお願いします。そして Facebook もこちらね、どんどん今もう友達が今1日 100ページぐらいね、100人ぐらいね増えてますからね、よかったらねどん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 、今ねウォールっていうところをね見てるんですが、今友達数2430人ですね。1日50人から100人ぐらい増えてますから、まあね本当にビデオとかね、面白いビデオ、あとまた海外のトレーダーのねテクニカルビデオとか、あとブルームバーグのね、指揮者のビデオとかもどん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 今つけてますんで、今よかったらどんどんこちらもね友達登録していただくとありがたいです。ですね、まあね今晩はねからねイベントたくさんありますんでね、慌てずにですね落ち着いて負けないように頑張ってください。それでは失礼します。